皆さんこんにちは、ワイワイラボのボノです。さあ今回ご紹介するガチャはこちら。もうすでにね文字が見えてますけれども、開けていきましょう。こちらですね、ハトカー2です。フルバックハトカー2、あ、2だったんですね。すごい続編ということで人気のシリーズなんでしょうか。全6種類となっています。ハトですね。なぜハトカーなのかというとこですよね。こちらが、ドバトカーと、こちらが白子バトカー、こっちが、金バトカー、そして電書バトカー。これなんて読むんだろう。ツイッカーでいいのかな。ツイッカー真っ青ですね。ちょっと怖い感じですけど。そしてこれがハトカー。これがオリジナルのハトカーってことなんでしょうかね。黄色。まあ実際に黄色いハトはいなさそうですけれども、ハトカー。で、これがなんと後ろに引いて手を離すと、首をカクカクしながら走ると。走るからカー、ハトカーということですね。この首をね、カクカクする、このハトのね、独特の動きを再現して走るハトカーということでしょうかね。うん。ゼンマイで動くんですね。これね、カチッと音がしたらそれ以上引っ張らないでください。故障の原因となりますと。これね、よくね、巻きすぎてね、ゼンマイ壊しちゃうことありますね。さあ、ハトカー、早速何の種類が出たのか見てみましょうか。全部で6種類。と、このハトは何だろう。赤い目の黒いくちばしのこのハト。まず袋から出していきましょう。なんだ、何バトでしょうこれは。ハトは詳しくないんでわからない。これは白子バトカー。白子バトってあるんでしょうかね。白子バトカーですね。何でしょう、この目がね、赤い目ですけど、つぶらな目がちょっと可愛いですか。全体見てみましょうか。横から見るとこんな感じ。正面から見るとこんな感じ。こっちも横で、後ろ、上から、側面、ちゃんと足がね、ありますね。で、これが走ると、タイヤついてますもんね。ハトなのにタイヤがついてる。ハイブリッドですね。お、動いた動いた。ね、タイヤを回して、これでゼンマイで動く。ちょっと巻いてみます、ある程度。これで手を離すと首が動くはず。じゃあ行ってみましょう。3、2、1。はい。早い。思った以上に首の振りが早い。早かったですね。ねえ、これじゃあ実際にちょっと走らせてみましょうか。ここでいいかな。まずはここでね、軽くやってみましょう。あ、ダメだ。ここは、いた。ちょっとね、場所が、この地面が、地面というかね、この底面が布なんで走らないかと思ったけど、めっちゃ暴れてる。暴れバトですね。もう一回。あ、こっちに行くんじゃない。行きます。はい。ああ。いやー、元気なハトですね。まさに暴れバトみたいなね、首の振りが早い。もう少しこれゆっくり巻くとね、ゆっくり走ってくれるのかな。ちょっとだけ巻いてみましょうかね。これぐらいだとどう。あ、これでもまだ早いな。もうちょっとゆっくりいけない。もうちょっとゆっくり、これぐらい。はいはいはい、これぐらいだとハトっぽい動き。これぐらいですかね。はい、ハトっぽい動き。巻きすぎると超スピードバト。はい。ということで、今回ご紹介したのはハトカー2でした。